ふーちゃんです。まだらんです。ふーちゃんです。かつさんです。ということで、うん、本日は、うん、はい、ふーちゃん VS まだらんで04デュエルやっていきましょう。まだるんは04デッキ使うの初めてなんや。初めてな。もう何が入ってるかも分かんない大丈夫かね。ふーちゃんは2回目ぐらい。お、うん、うん、ちょっとマナルよりは知ってるかな。まあまあねそれでは早速やっていきましょう。はい、はい、じゃあまずカットをお願いします。はい、よし、オッケー。ではヤンキーいこう。最初はグーヤンキー。ほい、あ、いい子でしょ。あ、勝った。先行で、はい、お願いします。じゃあ先行もらいます。はい、もうドローがあるよ。あ、ドローあるか。あー、ドロー。そう、すごい今、まあでも先行なんで、ドン、ザルーブ、召喚、今は終わりです。はい、はい、ドロー、どうぞ。ドロー、うん、ドンがいっていきます。うん、これはダメージ与えた時だけか。そうそう、ドン・ザ・ルーグの効果は、うん、このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えたとき、次の効果から1つを選択して発動することができる。はい、1、相手の手札をランダムに1枚選択して捨てる。2、相手のデッキの上から2枚を墓地へ送るっていう効果があります。うんうんうん、まあでもマナルのターンで。せやな。うん、はい、じゃあイグザリオン・ユニバース召喚。はい、で、バトル。はい、1800で、はい、アタック。1400なんで400。はい、受けます。はい、じゃあ400、はい、受けます。はい、メイン2で、はい、カードを1枚セットして使えるのでした。うん、オッケーです。じゃあドローします。ドロー、ほう、いきます。イグザリオンユニオン召喚します。はい、で、効果は守備表示モンスターに攻撃するバトルステップに発動なので今は関係ないんですけど、さっきのもあるとここで、はい、心変わりを発動。わあ、強い強い禁止カード。相手フィールド上モンスター1体を選択する、うん、発動ターンのエンドフェーズまで選択したカードのコントロールを得る。はあ、っていうカードなんですけど、はい、コントロールを得てもいいですか。しょうがないですね。あ、うん、ありがとうございます。じゃあもらいます。強い、やった心変わりは強い。強いですね。うん、で、バトルフェーズに行こうかな。うん、イグザリオンユニバースで1800アタックしたい。はい、じゃあその攻撃宣言時に、何ですか、リアクティブアーマー。はい、うん、相手のモンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その、はい、攻撃モンスターを破壊する。ほう、じゃあこれですか。それです。破壊されました。バイバーイ。はい、はい、じゃあマナルンのイグザリオンユニバース自分に帰ってくる。そんなことある。アタック、 ありましたね。はい、はい、さよなら。なるほど、1700。そういうところ、どこ、ありがとう。なるほど、トラップも警戒しつつですな。やっていったら。そうですね、ですな、内容が一緒やからね。そうだね怖っ。エンドフェーズに行きまして、はい、お返しします。はい、ありがとうございます。あ、終わりです。はい、はい、だろう。はい、スタンバイ。はい、じゃあ見に行きます。はい、で、セット。お、ちょっと、はい、で、はい、バトル行きます。どうぞ。1800でアタック。はい、受けます。はい、1800なかなかきついね。なあ、痛いですね。うん、ターンエンドです。行きましょう。ドロー。はい、お、何ですかこれ。なるほど、抹殺の使徒。ほう、何、裏側表示のモンスター1体を破壊しゲームから除外する。ほう、もしそれがリバース効果モンスターだった場合、お互いのデッキを確認し、破壊したモンスターと同名カードを全てゲームから除外する。そのようデッキをシャッフルする。やばー、うん、やばー。じゃあリバースして、リバースカードですね。やったー。リバース効果が、効果があります。はい、お互いの手札、フィールド上、墓地のカードを全て持ち主のデッキに加えてシャッフルする。その後、お互いにデッキからカードを5枚ドローする。ほう。これもさよなら？そう。バイバーイ。うん、違う。全部デッキに戻る。なるほど。手札も。まあでも5枚ドローできるのがね。でも、これってさ、チェーン処理で入って、で、その後にそれの効果があるから、うん、抹殺の人の効果があるから。うん、これ、地形は全部じゃない？
これとクーちゃんのデッキの中のこれが多分除外されるんじゃないかな。はい、これをクーが除外されます。さあ、はい、じゃあ除外します。うん、はい、終わりなのですな。1、2、3、4、5。はい、はい。で、見る。見る。なかなかいいですね、これ。めっちゃいいカードが。マール、笑ってます。じゃあ、これはもう。じゃあ、伏せ。伏せ。怖っ。伏せで。おー。エンド。もうやば。はい。はい、ドロー。どうぞ。スタンバイ、メインに行きましたい。強力なスマホ。使いたいです。どうぞ。よっしゃ。さすがにうららとかないから。じゃあ、うららで。はい、ドローします。ドロー。お。お。では、はい、どうぞ。でも伏せカード怖いな。うん。まあでもさっきマールが使ってたみたいなやつが相手の方にもあるって考えてたのにな。あ、そっか。そっか。自分に返ってくる。そういうこと。あ、やば。どうぞ。魔導戦士レイカーを感情召喚します。はい、どうぞ。このカードが召喚に成功したとき、このカードに魔力カウンターを1つ置く。はいはい。召喚に成功したときに1000円で激流走。うわー、これはモンスターの召喚、反転召喚、特殊召喚されたときに発動することができる、うん、フィールド上に存在するモンスターは全て破壊する。あー、さよなら。やったさよなら。やった。じゃあ増援どうぞ。増援いいですか。異次元の女戦士って札に加えたい。ほう、どうぞ。でももう召喚できんからどうしよう。よし、光の護風剣を出た。用意したい。はい、しとこう。どうぞ。このカードを発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される、はい、このカードの発動時の効果処理として相手フィールドに裏側が表示モンスターいません、うん、ので無視です、うん。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。はい、いいですか。そう、3ターン。みんなクーちゃんのターンから数えて3ターン。なるほど、なかなか厳しいね。早すぎたまいそう、うん、はい。800ライフポイントを払います。はい、どうぞ。ありがとう。で、自分の墓地からモンスターカードを1体選択して攻撃表示でフィールド上に特殊召喚し、このカードを装備する、うん、はい。このカードが破壊された時、装備モンスターを破壊する、うん、はい。から、さっきいなくなったこの子。ブレイカー。ブレイカー。こうやって、この下にじゃないですか。いや、どこでもいい。どこでもいい。はい。無限本用とかないから。ジャックナイツとか出てこんから。じゃあ、わかりやすいよね。ここにそこはない。ここで。ここは怖いな。果て列みたいな。では、ボトルフェイズ。1600分で攻撃。じゃあ、あ、なんかあった。トラップ。相手モンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスター対象として発動できる。その攻撃モンスター破壊する。さよなら。やったー。せっかく来たのに、こうやって。それも破壊する。やったー。さっきから応援したのに。はい。あ、エンドや。よし。じゃあ、頑張ります。ドロー。あ、エンドです。おー。よっしゃ、ドロー。ランバイ、メインに行きます。はい。なんかムーちゃん見たことないよ。ちょっとお届けできました。見ないのがすごい残念。何の顔みたいな顔してた。見なかった。はい、おもろい。同族感染ウイルスという状況感。はい、どうぞ。でも今は効果は特に使いません。どうぞ。です。ではそのままボトルに行きたいです。はい、いいのか。いっか、行く。1600でアタック。じゃあ、あるのか。あるの。使おう。あ、破壊輪。おお。フィールド上の表側表示モンスター1体を破壊し、うん、お互いにその攻撃力分のライフポイントダメージを受ける、うん、あら、お互いに1600ダメージだね、はい、そうだね。そうやね。はい、 OK。 はい、はい、では、うん、メイン2に移りまして、はい、カード1枚セットして、はい、エンドです。 OK です。じゃあどうしますか。じゃあ考えときますね。やることないので。そんなに。うん、そうですね。でも壁を作っとくのもありなのか。うん、攻撃できひんくってもな。うん、はい、どうぞ。はい、やろう。壁を作りました。3枚、はい、メインに行きます。はい、イムザリオンやります。しかも守備表示おるやん。やばい、はい。
で、そのままバトルに行きたい。どうぞ。攻撃どうぞ。で、うん、その時にアトラステックの時に効果発動、うん、はい。このカードが守備表示モンスターに攻撃するバトルステップに発動できる、はい。ターン終了時までこのカードの攻撃力が400ダウンし、うん、このカードが守備力表示のモンスター、守備力、うん、やんな、うん、モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。ほ、っていうことは1900やった超えてないやん超えてないし、はい、しかも400ダウン、え、逆に私受けるけど破壊はされる。やったいくらですか。ってことは反射が500かな。500やな、はい、やったー。でも自滅やん。ハエンドです。オッケー、じゃあドローします。ドロー。ほう、このエンドフェイズに光の護風剣が破壊される、うん、なるほど。やばい、これ使わさない。これをこうします。おー、攻撃表示にならずもの傭兵部隊を召喚します。効果で、うん、このカードをリリースして発動する。フィールド上に存在するモンスター1体を選択して破壊する。おお、強い。結構破壊します。無理ー、さよなら。やったで、終わりです。はい、で、エンドフェーズに光の風景が破壊されます。さよなら。はい、もう安心感がなくなった。だろう、表示にした意味。おスタンバイ、いいカード引きます。次元の女戦士通常召喚します。どうぞ。このカードが相手モンスターと戦闘を行ったとき、そのモンスターとこのカードをゲームから除外することができるらしい。はい、うん、そして、うん、強奪。ほう、相手のモンスターのコントロールを得る。相手のスタンバイフェイルが来るたびに相手は1000ライフポイントのライフを得る。はい、この子と一緒で。どうぞ。ほい、さよなら。よっしゃ。ではそのままバトルフェイズに行きます。どうぞ。1500でアタック。はい、これは生き残るのか。1500、はい、どうぞ。で、1800だと、はい、ギリギリ生きてます。おー、はい、900、はい、はい、エンドです。はい、ドローもらいます。ドロー。で、スタンバイフェーズに1000回復します。まあ、それならまあ許すよ。許された。許していいのか。許されました。じゃあですね、はい、光の護風剣を、おー、いきます。強欲な壺。自分のデッキからカード2枚ドローする。強い。ドロー。強欲ですね。ドロー。お、なるほど、なるほど。じゃあ強引な番編を使います、うん、相手の手札を見る。その中からカード1枚選択して相手のデッキに戻しデッキをシャッフルする。強い。見る。そんなカードあんの。え、見る。じゃあ見ます。はい、どうぞ。あ、あ、強いカードばっかり。あ、悲しい、見られてしまいました。じゃあこっちを戻してください。こっちを、はい、ジャニングボルグテックスを。はい、ありがとう。戻してシャッフル。え、はい、一番無化してくれんの。そう。強い。強い。どうしようかな。強奪を使う。相手のモンスターのコントロールを得る、はいはい、相手はスタンバイフェーズが来るたびに相手は1000ポイントのライフを得る。はい。じゃあイグザリオンユニバース対象でください。これ相手のモンスター、まあそうやな、はい、相手のモンスターのコントロールを得る。そうやな、いけるんじゃないか。いけるのか。で、多分これはさよなら。さよならかな。まあ、でもまだある1000ライフポイントはね。自分のモンスターやのに毎回1000もらえるやん。確かに。で、まだ召喚をしていないので、召喚、はい、次元の一緒やん。もうなんかフィールド先と一緒やん。じゃあバトルフェーズに行きます。はい、このカードが相手モンスター異次元の女戦士で1500でアタックしたいんですけど、うん、このカードが相手モンスターと戦闘を行ったとき、そのモンスターとこのカードをゲームから除外することをできる、うん、なのでお互いにこれを除外したいです。いいよ。で、うん、エグザリオンユニバースで攻撃1800。宣言時にあれ。あれ、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 はい、破壊したね。はい、ディアグリムアーマーです。そうです。攻撃宣言時、はい、攻撃モンスター1体を対象として発動できる、はい、そのモンスターを破壊します。はい、はい、さよなら。なかなか防戦ですね。マナルが1000ライフポイントをね、回復することができなくなって、今光の護風剣張ってるから、うん、いい感じ。やばいやつ、ポジティブやな。
手札1枚なってるやん。大丈夫、お互い1枚や。これでエンドで、はい、どうしましたら、はい、お、スタンバイ、はい、メインに行きます。どうぞ。苦渋の選択を使います。どうぞ。敵からカードを5枚選んでいいの？うん。相手に見せる、相手はその中から1枚選ぶ。はい。それを手札に入れ、残りは墓地に捨てる。はいはい。うわ、やり返す。すごいな、なんて。まあ、とりあえずしかも手札1枚しかない。強制召喚やわ。報酬、報酬、これと大嵐。大嵐、あ、大嵐ね。これはも前にします。はい、よっしゃ。ランダムじゃないの。悲しい。じゃあこの5枚の中から選びます。はい、選んでください。そうですね。どれも選びにくいやつやの。そうね、そうそう、どれが一番マシかっていう。まあ、じゃあこれを、お、何を、報酬を、報酬、うん、あげます。お、で残りは墓地に。はい、はい、なら、はい、マルカットお願いします。はい、そして手札に加えます。報酬が来ました。はい、カードセットして、はい、今です。オッケー、じゃあドローします。ドロー、おお。って、あの伏せカードが怖いから。伏せカード、伏せカード、まあ伏せカード、もっと思った。召喚してみる。お、お、同族感染ウイルス。お、で今効果は使わないで、うんうん、バトルフェーズに行ってみる。うん、1600で攻撃してみる。うん、あー、ウイルス1500。あー、なぜギリギリ、ギリギリ。これでエンドです。あ、しかもめっちゃ効果いい子やったのに。よしよしよし、やだろ。よしよしよし、お、3倍連に行きます。はい、ライトニングボルテックス。手札1枚捨てて発動。はい、相手フィールドのフィールド上にお手側表示で存在するモンスターは全て破壊。いいよ、バイバーイ、さよなら。あ、でも何もなくなっちゃった。報酬がマジで何も言わないと。エンドだ。はい、じゃあドロー。お、伏せ、エンドです。おお、お、この次のターンのエンドフェーズに、うん、あれがなくなる。そう、ドロー。おー、悪くはなさそう。スタンバイ、はい、メインに行きます。どうぞ。カードを1枚セットしてターンエンドです。じゃあこのエンドフェーズに、そう、破壊されます。よっしゃー、よかったねー。これ苦しいことが分かったわ。モンスター来い。ドロー。お、やばい、墓地確認。やばい、これやばい、墓地やめ。あー、やばい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 、危うくカオスコルジャー出てくるところやった。絶対カオスコルジャーやん、その動き。それしかないやん。これは終わりです。お、よっしゃ、セロン。スタンバイ、よし、メインに行きます。どうぞ。ほい、はい。リバース、このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。どうぞ。加えます。どうぞ。何を加える。え、何カードやったっけ。魔法カード、魔法カードだけか。なるほど、魔法カード強いな。ほい、もしや、早すぎてもいそう。どうぞ。手札に加えました。はい、あれ、謎の間違えました。非公開状。間違えました。で、うん、早すぎたまいそう、はい、使っていいですか。800払います。はい、800払いまして、うん、うん、自分の墓地からモンスターカード1体選択して攻撃表示でフィールド上に特殊を監視、そのこのカードを装備する。どうぞ。そのカードが破壊された時、装備モンスターを破壊するので。どうぞ。何ぼや、1900、うん、300。うん、はい、宇宙射天使フィリーで、この子の効果が、はい、このカードが戦闘を行うそのダメージ計算時に一度2000ライフポイントを払って発動できる。もう、もうギリギリ。このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ3000アップする。オッケー。なので、はい、バトル、はい、とりあえずこっちで300で当たった。300、はい、300、はい、でもこれ400しかない。400で当たった。じゃあ相手モンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスターへたら対象として発動できる。その攻撃モンスターを破壊する。はい、これを破壊する。破壊された。もうさ、早すぎた枚数使ったら絶対破壊される。
ゃあもう大変だよ。はい、ゼロ。おお、なるほど。1600か、全然ない。あ、もしやこの子を引いたか。なるほど、感が鋭い。2000払うと寝てみる。おお、円だ。おお、だろう。何かわからんな。スタンバイ。うん、見に行きます。うん、次元の小野選手一度紹介します。ではそのままバトル。300だったか。いやぁ、何？何もないです。300? なんと1500でアタック。はい、あ、じゃあ何もないです。わぁ。ということで、はい、今回の04対決、マナルの勝利。どうでしたか？いやなんかさ、見たことないカードをさ、もう効果何って呼ぶの必死やったわ。でも楽しかった。なあ、まさかやったことが自分で返ってくるとは。せいやの人生の教訓を学びますね。はい、はい、ということで、次回もお楽しみに。はい、バイバーイ。